先週は申し訳ございませんでした。もう大丈夫なんですか。もう全然問題ございませんし、はい、チェックしようかなと思ったんですけど、すごいみんなやんややんや盛り上がったそうなんで、悔しくて見てないです。そうなんですと思って見てないんですけれども、よろしくお願いします。お願いします。吉野さん、はい、ツイッターで復帰を報告された際に、はい、TKO も頑張るみたいですが、私も頑張りますと投稿されていましたね。投稿させていただきました。ちょうどだから時期が一緒だったんで、うん、その TKO でございますけれども、これ長谷川さん、はい、投資トラブルのこの会見を、そうですね、はい、返済のめどが立ったということで会見だったんですけれども、うん、そもそもそのトラブルなんですけれども、まあ、あの FX のトレードとそれから不動産投資という2つがありまして、うん、木本さんがそれにお仲間と、うん、まあ、現任の方も含め誘っていて、およそ6億強を預けていたんですけれども、6億強、はい、木本さんの借金が、うん、一時期は4億5千あったんですが、はあ、うん、今は1億5千になったという会見です。それでもすごいんですけれども、はい、そして、会見の後半では木下君も来て、はい、2人でまた一から頑張りますよっていう、ね、そうですね、あのホームページを立ち上げて今、うん、マネージャー募集してるそうなんですけれども、うんうんうん、2月の5日大阪でトークライブからとにかく始めるということで、うん、いずれは松竹に戻りたいそうですっていう。淳さん、まあ、いろんな意見ありますし、なんかネットで見るとなんか何ニヤニヤ喋ってんねんみたいな、まあ、僕も何回か思ったんですけど、それはいや、そのなんかすごい、ああいう場所ってすごい詰められるので、うんうん、なんか詰まったりとか、うん、こうなかなか自分がこう思ったことを言語化できないと思うんですけど、しっかりと言語化されてたので、うん、結構稽古されたのか事前にこういう質問が来てこういうふうに喋るってことを、なんか練習結構してるっぽいって僕は見ちゃったんです、ね、ちょっとだから後日会っていろいろ聞きたいですか、稽古したのとか。結局被害者なのか加害者なのかっていうところの線引きがちょっと曖昧になってるので、うん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 、本当に被害に遭われてるんだったら、うん、やっぱりもう即訴えるべきだと思うし、うん、その辺のところが似てて、騒動を起こした人とその自分が声をかけてお金を集めた、うん、このどっちにも申し訳がないっていう感じが伝わってきて、うん、立ち位置どっちなんだろうなと思った、泉谷さん、あの彼はとても、まあ、人間的にいいし、うん、許してあげようという人は確かにいるんだけど、うん、やっぱそこに甘えてはいけないかなと、うんうんうん、やっぱりこういう切符もライブで売れたらしいけど、やっぱそれはもう物見さんであって、そういうことを言ってくれるかもしれないという色眼鏡的なところ、うんうんうん、があるんで、難しいところですよね。被害に遭われた方いてる、でなんかお仕事して返済するけど、お仕事からそこをなんか、うん、共演者にいじられる、そうそう、笑いにする、みんなが笑うっていうなんか状況と、うん、それでお金いただくっていうところのなんか、うん、で見てる方に不快な思いするしないっていうところも、うん、全方位配慮しないといけないみたいなね。川合さん、はい、だからこれからそういうお話が来るかも分かりませんし、儲かりますよとか、はい、株やってないのとか、はい、っていうところの心配もしなきゃいけないんですけど、まあ、僕は同期の藤崎マーケットの藤原時が、はい、仮想通貨に密かに手出してて、あの全財産持っていかれてるの目の当たりにしてるので、はい、マジで、僕ファンの方から教えていただいたんですけど、はい、タイの日本語の、教材に藤原時が机の上で突っ伏して気絶してる上に破産っていう字幕でタイの教材に載ってました。載ってた時の写真そう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 、グローバル、はい、こんなこともあるんだよね。ダオさん、いかがですか。私、木本さんってお会いしたことないんでちょっとわからないんですけど、はい、まあ私がいつもテレビで見てる感じだとすごく人がいい感じなので、うんうん、こう信頼して木本さんが言ってるんだったら僕もちょっと乗ってみたいですっていう感じなのかなっていうイメージなんです、うんうんうん、でもそれなのか、おこういう話あるからお前金持ってこいよっていうのか、どっちなのかっていうのがわからないなっていうところと、実際は無理強いはする人じゃないと思います。本当にこんないいものがあるから、うんうん、もうみんなで共有したいっていう方だと思います、うん、このケーキめっちゃ美味しかったからみんなで食べに行かないっていう感覚になったのかなってイメージなんですけど、うん、ただでもどっちかというとそっちなんですけど、ケーキと一緒にしてほしくない気持ちもあります、ね、そうですね、そんな甘い話じゃないですよ、そんな甘い話じゃなかったです。だからその金額がすごいじゃないですか。すごいです。だから我々の言うところの10万20万なのか、うん、100万200万の感覚なのか、うん、1000万2000万なのか、それはもう出せないし、その金額の感覚が、うんうんうん、
どういう感覚なのかなって奥になっちゃうと、そのぐらいピッて芸能界出せんだっていうのがすごいなっていうところが正直ありますね。バンドマンの皆さんでそういう方いらっしゃらないですか。いや、バンドマンってあのヒップホップとか、例えばビジュアル系とかだとこう、お金いくらもあってこう前は金歯にしてみたいな、金ありますみたいな感じのイメージがやっぱあった方がいいんじゃないですか、うんうん、ヒップホップとかだと。だけどやっぱ1曲売れて大金持ちになりましたよっていうのが、ドリーム夢つかんだぜみたいな、うんうん、でなんですけど、我々はなんかこういかに金がない中 DIY で苦労して泥水すすってやってきましたっていうところの方がこう夢があるっていうか、我々もずっとやっぱり炊飯器持ってツアー回ってましたし、りょうくん便所スリッパですもんね。そうですね、未だに便さん。だから我らってフォークだからやっぱ貧乏のふりして、きれいな服で楽屋に入って、汚いジーパンに変えるわけですよ。当時みんなそうやったんですか。そうだったんだよ。まあ、ヒットしてもさ、だから金持っちゃったからさ、髪の毛すごく伸ばして、そうそうそう、でも汚いか、でもヒットしちゃってさ、うん、お金入っちゃったんだけど、でもお客さんは貧乏人ではない、うん、だからもう汚い格好するわけよ。車買ってなんかも誰にも言えないみたいなさ、みんなそう、特に会社なんか買ったらもう誰にも、大変ですよ、とんでもないブーイングですよ、うん、はい、やっぱりハイエースでこう機材積んで、ボコボコのハイエースでずっとやっぱ旅してるっていうところがやっぱこう強化ある。古すぎません、ロックスターの。マキシマムザホルモンでもそうなの。そうなの、はい、そうですよ、もうマキシマムザホルモンはそんなんじゃないんじゃない。え、マジですか。はい、送迎車が大きいツアーのね、機材とか入れて、はい、大きなトラックにマキシマムザホルモンで、あ、だってやっぱいっぱい売れてる後輩のバンドとかでもフェスとかになると機材車がドンドンドンって並ぶじゃないですか、うん、2トントラックとかポンポンって並んでる中、うんうんうん、うちだけハイエースでこそっとあります。みんなになんか、キングヌーみたいな、キングヌーみたいな、すごいトラックの大きさを声量で表すのやめてください。ドーンとある中、横にもうすいません、そんなんも好きなんでしょ、ハイエースでみんなで移動するっていうの、はい、もう高速のお金ももったいないから下道で行くみたいな。いやいや、もう本当に未だに、いや私未だに新幹線もそうですね、グリーンじゃない、グリーンなんかとんでもないですよ、むしろ新幹線で移動してることがなんかずうずうしいみたいな。サマーソニックを多分あの出たと初めて出た時にお盆のめちゃめちゃ渋滞の中、はい、自分たちだけで多分移動したのうちらだけじゃないかなと思ってるけど、ギリギリ間に合ったみたいな、そういう世界でずっと来てる。彼女たちも俺たちもそうだけど、金儲かったところで使い方わかんないんだと思うね、具合悪くなるよね、ああいう金持ち風になるのが、っていうところでございますか。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ニュースでございます。アンガールズの田中さん、15年ぶりの恋人との結婚を発表しました。長谷川さん、はい、おめでたいニュースですね。そうですね、あの、ワイドナショーに来た時に、はい、10年前に飲み屋さんで知り合って、はい、で3年前に舞台を見に行った時に再会をして、そこからリモート飲み会をして愛を組んだっていうお話をしてくださってたんですよね。淳、はい、さん、はい、まあ、モテないキャラというか、そういう風にしながらもね、こうハイスペックだと言われたりとか、なんかモテないキャラずっと演じてたのに、実はなんかすごくこう参考なんじゃないかみたいなこと言われてたじゃないですか、はいはい、あれを自分が払いのけるために必死な田中も見てるんで、モテるわけじゃない、モテてない、モテてないで、なんか必死こいてやってる時期なかったですか。ありました。そんなにハゲてないのにハゲって自分で言い出して、ちょっとすごいハゲってちょっと多めに椿とかもありました。ある過剰にね、キモ男を演じてる瞬間あったんですよ。でも幸せ掴んでくれて、まあ、本当に良かったなとは思いますけど、ね、んですけれども、ワイドナティーの渡辺さん、どういうイメージですか。本当に女性にモテないイメージ、テレビ見てると、見てるとキモがられてるような、うん、やっぱイメージがあったので、うんうん、友達の間では田中さん結婚したねっていう話は、あ、全然ティーンではティーンではあまり
河合さんはいかがですか。まあ、僕ら2020で、大阪から東京に来たんですけど、もうその2020年ぐらいからちょこちょこ番組でもご一緒させていただくようになって、はい、稲田が本当にお兄ちゃんのようにすごい慕ってたんですよ。本当になるほど、はい、だから教科書やもんね、はい、だから田中さんのやってることを、うん、はい、身を見まねで盗んで、はい、自分なりに落とし込んでバラエティで活躍するっていう、はい、ただでもこの悲しいのが田中さんにはお前とは違うとは言われてますそうよね、はい、稲ちゃん場合風当たった場合毛抜ける場合全部飛んでいく可能性が全部飛んでいく可能性さあ奈緒さんはお会いしたことは一度お会いしたことあるんですけど、うん、すごいいい人だな。紳士ですよね、はい、ジェントルマンと思って、うん、はい、で特にこうガガガって話すわけでもなんか移動の時にご一緒だったんですけど、うん、なんかこう黙ってこうずっと見てくるからあれ私のこと好きなのかなすごいいうふうになんかそういう雰囲気があったんで、だからなんかじっくり見られたのなんかこうあ本当に好きだったのかな逆にその時間何やったんですかでもなんかそのぐらいなんかすごい気持ち悪いみたいなオーラは一切なかったし、ね、本当にいわゆるハイスペじゃないですか、うん、身長も高いし、ね、国立大出身、はい、学歴も高いです、学歴もで、うん、こっちもね高収入ね、貯金もだってすごいし1億ぐらい持ってるとかあるじゃないですか、はい、あと家族思い、うん、なんかそんなイメージなんで、うん、なんで今まで結婚できなかったのかなってむしろ、うんうん、まあ、だからキモさで稼げるだけ稼げたいっていうのがやっぱあったんでしょうね、はい、どうなんですか渡辺アナウンサー共演したことあります。いやないんですけどネット上とかでもお母さん思いだっていうのがすごくこうリツイートとかで回ってくるんで、うん、素敵な方なんだろうなと思ってたので、うん、そうよね、おめでたいなとなんで笑ってるんですか、ね、いやいやでもなかなか資金うっすらすぎません各地で相次ぐ強盗事件、ルフィ名乗り闇バイトを指示か。ああもうなぜ急いでる時に限って髪型が決まらないんだろう。決まらないな。まだ遅れちゃうよ。ちょっと待って、初めての方もプロミスのアプリローンなら時間を気にせず審査のお申し込みご返済が24時間 OK。 お待たせ。え、行こっか。やっと決まった。いや決まったかもだけど、なぜなぜそうなるかな。ねえ出前館、今日は何がお得なのとドキドキするめるるさん、じゃーん、出前館で D 得をチェック。 D 得？ お得だらけじゃん。 D 得でお得にデリバリー、出前館しよ。キャンペーン中。今日はおうちカフェの気分だなと思っているめるるさん、出前館を押してみたら、うんうん、いい感じじゃん。出前館、食べたいが見つかる。出前館しよ。コラボ実施中。学生の皆さんに続報です。トライのオンライン生徒数が23万人を突破しました。しかも高校生の顧客満足度全国ナンバーワン。トライのオンラインを支える3つのサービス、オンライン個別指導塾、オンラインライブ集団塾、そして4000本の無料映像授業、トライイット。大好評のこのオンラインサービス、この冬始めない理由がない。さあトライのオンラインへ。作ろう未来の笑顔。作る、届ける、食べる。食の未来のために笑顔をつなぐ取り組みを続けます、ハウス食品グループです。さよなら。待って、君が大事なんだ。大事？はいはい、大事といえば財布、財布といえば給料日、給料日といえば楽しい、楽しいといえば休日、休日といえばデート、デートといえば夜景、夜景といえば天気、天気といえばエネルギー、エネルギーといえば技術、技術といえば IHI。 エネルギーに技術と HIHI。ジョブメドレーで転職スタートです。おや、動きませんね。はい、ジョブメドレーはプロフィールを入れて待つだけで。病院からスカウトが来ました。いい条件ですね。いい転職先は向こうからやってくる。医療介護転職はジョブメドレー。ほら見て、めちゃめちゃ漏れた。あ、もうまた監督映り込んでんじゃんこれ。でも大丈夫、消しゴムマジックで消してやるのさ。ほらすぐ消せた。私の名前はフワちゃんです。 Google ピクセルを使ってます。
関東などで相次いでいる強盗や窃盗事件。東京狛江市では19日、90歳の大塩衣与さんが殺害されているのが見つかりました。27日までに8都県で起きた14件の強盗事件の実行役として逮捕された容疑者は30人以上に上るといいます。一連の連続強盗は昔からいる空き巣のような単独犯ではなく、大掛かりな強盗グループが関与している疑いが強まっており、その指示役としてルフィと名乗る人物が浮上。別の事件でフィリピンの入管施設に収容されている日本人4人が関わっているとみられています。東京稲城市の強盗致傷事件など、ルフィはフィリピン国内に滞在しながら秘匿性の高い通信アプリテレグラムなどを使って犯行を指示した疑いが持たれています。逮捕された実行犯は20代から30代、闇バイトを募集する SNS を通じて集められた互いに見知らぬ若者たちとみられています。さあ、こちらのニュース、専門家をお呼びしました。詐欺や悪質犯罪に詳しい羽田文明さんです。おはようございます。よろしくお願いします。連続する強盗窃盗事件の特徴なんですけど、改めて説明をお願いします。もともとは特殊詐欺と言って、はい、今被害が非常に出てますけれども、そのノウハウを使った形で、行われた強盗と。特殊詐欺っていうのは改めて分かりやすくどういう、はい、例えば特殊詐欺というのはオレオレ詐欺とかですね、息子になりすました人間が高齢者の家に電話をして金を騙し取るということで、それぞれ役割分担ですね。息子役、あるいは息子の上司役とかですね、いろんな役割分担をしてその人を騙すと。で、今回もですね、それぞれの役割分担がしっかりされてるんですね。運転手役、おそらく殴る役もいるでしょうし、必ず指示を受けて行動するので指示役もいると。SNS で闇バイトで集める、はい、そうです。若い人たちが特に狙われるんですが、 SNS 上に高額バイトとかですね、儲かるとかっていう話で DM っていうんですか、それを送らせて、そこから勧誘を始めると、で今の傾向なんですけど、必ずテレグラムっていうです、メッセージアプリを利用するんですね。これね、でなぜかっていうと、やっぱりメッセージが消えちゃうんですよね、証拠が残りづらいから、要は全員テレグラムアプリ落として、で勧誘から実行の時の指示とか、通話とか全てそれでやり取りして、ね、一定の期間来たら消えちゃう。そうですね、送信側が消すこともできるし、で仮にその、実行犯部隊が逮捕されるけど、指示役は捕まらないってことですか。そうですね、指示してる人間にはなかなかたどり着かないようにすると。またね、これうまいんです、口が。もうね、闇バイトの、ね、人を募集する人、リクルーターって言うんですけど、はい、優しい人多いんですよ、はい、で例えば電話してね、あどうしたのと、お金に困ってんのって聞くんですよ。いくらぐらい借金あるのって言って、10万ぐらい、月にどのくらい返してんのとかってね、すごい寄り添ってくるんで、全部ね、はい、こっちの情報喋っちゃうんですよ、若者だったら全部言うんで、明日実は5万必要でなんて言ったら、もう逃げられない。でさらに怖いのが、これは仕事の面接ですから、まずは仕事をするにはあなたの身分証明書を送ってくださいって言うんですよ。うわ、怖。こんな自分の住所とか身元も全部相手は握ってる。そう、もう逃げれない。一方的にね、上層部は自分の身元は明かさないけど、その下の人たちは握っていくってことだ。で特に今回の闇バイトのですね、強盗の特徴の一つとしては、はい、詐欺をやる人を募集するのは案外応じる人いるらしいんですよ。ところが強盗、いやこれ叩きって言うんですけど、叩きはね、あんまりなかなかいない。それやらないじゃないですか、ね、ね、ハードルが高いんで、はい、でもそうでも今回30人以上捕まってますけど、はい、なのでこういう人たちは人が少ないので何度もやらせられちゃうんですよ、脅されて、家族に言うぞ、警察にチクるぞって言われて、だから闇バイトは絶対応募しちゃダメっていうことなんですけど、ね、で海外から SNS で犯行を指示していたんじゃないのか、でこの人物がフィリピン国家捜査局に逮捕され、マニラ郊外の収容所に滞在しているという、海外から指示できるっていうのは実際できるってことですか。はい、でもそれは今結構国内にいてですね、詐欺の拠点があると結構警察捕まっちゃうんですよね、闇バイトの電話かけると今どこなんですかって言ったら大体海外、フィリピンとか、そこから電話を今受けてますと。リーダー格は大体海外にいてて、そこから日本でそういう高額バイト、ハッシュタグ高額バイトで人集めてるってことなんですか。泉谷さん、ここまで聞いてていかがですか。いやもう非常にね、若い連中たちがそういうところに
まあ、引っかかるという考え方もあるけども、はい、うん、若いやつといえどもね、それは何であるかはうっすら分かってると思うんですよ、うん、若い時ってちょっと義賊に憧れるところがあって、うん、人のものを盗んでやろう的な感覚ってあるじゃないですか、まあ、だからルパン三世だの何だのっていうのが流行っ、ね、ルフィだってそうじゃ、海賊っちゃ海賊なんだからさ、うん、悪いことやってかっこよくお金を稼ぎたいっていう願望はちょっとあるんですよ。すごくいい視点で、うん、そこを利用されてるんですよ。そこを利用されてるんですよ、うん、まさにあの私も電話かけるとですね、やってることは悪いって分かってるみたいなんですよ。あるで分かってるんですね、うん、でこれを仕込みごとっていうのはいくら若くてもものすごく重い罪になるっていうことをさ、もっとみんな健全しないとダメだと思う、うん、これ犬塚弁護士、強盗殺人、はい、強盗殺人の場合は死刑または無期懲役ですから、もう一番罪の中で重い罪なんですね。うん、なおさんいかがですか。このだいぶ広域に日本全国にもうまたがって被害があるじゃないですか。 うん、その家になんで現金3000万円があるっていう情報がこんなにも分かってるのかが恐ろしくて、その辺のところ多田さん、はい、実はですねこれも役割分担ができてましてね、強盗をやるグループ、それを支持するのもいるんですけど、名簿屋とかですね、道具屋という存在が盗まれてるでしょ、データが。うーん、あれ売ってるんだよね。そうです、そうです、うん、ですんで、あの資産家リストとかいろんなデータをその犯罪組織に売り込んでるんです、うん、家の中に3000万円あるっていうのはどこまでの信憑性があったのかとか、ね、ここが重要でですね、実はこれが振り込め詐欺の組織がそもそも電話をしている家なんですね。そのリストが流れているんで、家にあるっていうことは例えば警察官を語ったりですね、大丈夫ですか、貯金置いてないですかって、これ警察官を語ってくるわけですよ、電話で。今防犯ですから気をつけてくださいねなんて言ったら、いや今このくらいあるけどちょっと気をつけなきゃと思ってますって言えば、なるほど、言っちゃった、警察官を名乗って心配です、家にお金置かないでくださいね、置いてますいくらですかっていうふうに巧みに誘導して、そうです、あだから、あと小金持ちはね、俺今このくらい持ってんでプルッて言っちゃうんだよなそうそうそう、うん、いろんなヤンバイトの取材するとですね、二通りのグループがあって、あの詐欺専門やってるところはね、叩きなんかやってもらうと困ると、強盗ね、うんうん、でもう一つの方は叩きをやっても捕まりませんよっていうグループあるんですよ。なぜ捕まらないかっていうと、じゃあ教えてあげると、ブラックな金を持ってる人を狙うんだと、うちは取られても取られましたって言えないお金って、被害届出ない、だから警察にも言えないお金なんで大丈夫だよと、うん、いうふうに言って、ね、本当はそれをしてるはずなんですよ、はずっていう変な言い方なんですけど、それは本当にそれを狙ってるはずなのに、ね、今回一般家庭を結構狙い始めてるから、うん、一体これ何なんだって私ちょっと思ってずっと、うん、これあともう一つ、また別のグループが今日本中でこういった犯罪をしてるって十分考えられるってことですか。もちろんそれも考えられることですね。今回ルフィっていうのがね、うん、拘束されてるんですけど、はい、その頭を変えればいいだけなん で、うんうん、でもちろんルフィの上にまた人がいてるわけでしょ。そうですね、本人がそこで携帯電話持ったりね、多分やればやるだけお金入りますからね。そうするとそのお金をどっかからサポートされたり、どっか上の人がいるんでしょうか。だから全員をその携わった人をね、淳さん、はい、捕まえることってもう海外に行って、その特にフィリピンとかだとその引き渡し条例みたいなので犯罪者をこう行き来できないですよね。実際のところはまあ今までのケースなんか、国外に追放してもらって、そうで強制送還してもらって日本で逮捕するっていう、そんなやり方を取ってるので、まあ必ずしも犯罪人引き渡し条約がなくても、実際にはこうそこで現地で逮捕されれば身柄を拘束できる状態になってますね。あとフィリピンはあのお金でやっぱり住んじゃうことが多いでしょ、うん、特にあのフィリピンの収容所はすごく携帯電話持ち込めるし、そうそうそう、まあ、何でもできる、で刑務所の中に、刑務所の中でもう犯罪が要は起きてるんですね、はい、起きてること、それでまた詐欺の電話同じように、うん、やればやるほどみんな身入りが入るんで、上の人たち、おそらくだから要はノルマが、それぞれにノルマがあるっていうこと、うん、一番言いたいのは、その入管入ったらすぐに日本に返してほしいんですよ。そうしないとまたそこで今回のように強盗の指示とかしちゃうんですよ、うん、あ、なるほど、うん、入管のところでやってるってことですね、はい、そうそう、今回もおそらくそれの可能性は高い。犬塚弁護士、はい、
特殊詐欺の手法を、まあ、真似ているようなところがありますので、うん、まあ、その手法をどん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 追いかけていく形になるとは思います。ですけど、まあ、先ほど出たように一番のなんですか影の主犯格みたいなと言うんですか、最も最後のリーダーというのはなかなか表には出てこないので、今出て名前が出ている、まあ、ルフィという中の人も、うん、まだおそらくてっぺんの人ではないんだろうなというふうにはまあ思われますよね。まあ、それにしても恐ろしいのはやっぱり先ほどちょっと指摘ありましたけれども、振り込み詐欺、まあ、特殊詐欺の時は例えばもう息子のふりをして電話をするとか、うん、振り込まれた口座から本人になりすまし てあのお金を引き出すみたいな人に危害を加える前提ではなかったんですけど、うん、今回の場合はまともに危害を加えますの です、ね、まあ、本人の悪性もあるし、逆に言えば本人もやっぱこう縛られているというか拘束されていたところが大きいのかなと思いますね。あと、まあ、その犯罪を犯す人はもう 100% 悪いんですけど、うんうん、その世の中がやっぱり貧しいっていうところで、なんか若い人たちがちゃんと仕事しても対価を得られないとかっていうので、うんうんうん、闇バイトに行きやすくなってるっていうのもないですか、うんうんうん、それはすごくあって、コロナ禍っていうのは私非常に大きいと思っていて、やっぱりお金がないとか、うん、実はその前に、実はこの闇バイトが問題になる前に持続化給付金詐欺っていうあったのがございますか、はい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 、あの時もお金がもらえるよって言って大量の若者が口座の名義貸しをして、うん、やはり皆さん、うん、捕まったりありましたね。あったね。あれもやっぱり SNS を通じてるんです。解明できそうですかね。あ、今回ですか、はい、今回とにかくですね、私一番被害を防ぐのは今回警察すごく動いてくれてるんで、はい、うん、とにかく捕まるよと、うん、とにかく告知してほしいんですよ、うん、もう強盗犯全員捕まるよと、うん、全員捕まる、はい、だからこんならやっちゃダメなんだよ、はい、ということをまず意識づけていただいて、あとは主犯格もさっき先生も言いましたけど、指示役のまた指示役もいるはずなんで、うん、その辺も含めてですね、しっかりとちょっと捜査していただいて捕まえていただくと。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。去年11月、国会で自身の曲を宣伝したとして批判を受けた日本維新の会中条きよし参院議員に年金未納疑惑が浮上、再び波紋を広げています。19日発売の週刊文春によると、年金の未納期間は数十年で、未納額は合計およそ750万円になるといい、さらに中条議員は日本年金機構から支払いを求められると、年金なんていらない、払わないと主張したと伝えています。中条議員は23日、その疑惑について記者団の取材に答え、年金未納問題に関しては本当でしょうか、嘘でしょうか。いやいや、はっきり嘘つきませんから、とりあえず今事実関係確認して幹事長に報告するようになってますから、それからの話ということにさせていただいて、ちょっとお騒がせしますけど、全く僕は嘘をつきませんから大丈夫です。歌だけですから。自身のヒット曲にかけて嘘はつかないとコメントしました。おいおい。一方、日本維新の会の藤田幹事長は会見で、全ての機関において年金を納付しているかというと、それはそうではないということは認めてます。中条議員が年金保険料を一部納めていないことを認めているとした上で、報道の一部に事実関係の誤りがあると主張。また調査には 2,3 ヶ月かかるとの見通しを示し、事実関係を把握し対応を決めたいと説明しています。さあ、こちらのニュースでございますけれども、なおさん、まあ、でもなんか年金はなんか結構今までもずっと議員の方とかでも未納の方なんかニュースで見たなみたいなイメージはありますよね。なんか年金ってやっぱり学生時代は払うのも厳しかったりいろいろするので、その辺がもうなあなあになっちゃったりっていう人も多分多いとは思うんですけど、議員になるってなった時に、そこってなんかこう意識的にやばいとか、後で絶対調べられるなとか、嘘つけないなっていうふうに思わないのかなっていうのがちょっと危機管理能力というかね。そうですね。泉谷さんはどうですか。やっぱりね、議員になっちゃったら税金もらってんだからな、はい、まずいよな、うん、河合さんはどうですか。いや、だからまあ僕らもやっぱ若手でもっと本当にお金ない時とかは、うん、やっぱりその、控除の手続きをして、うん、で払えるようになったらその分をちょっとずつ払っていきますよっていうの、まあ、僕らぐらい飲んでもしてるのに。淳、うんうんうん、さんどうですか。僕、年金をもらわないっていうのは、まあ、本人の意思なんで全然いいと思うんですよ、うん、だけど払った
ったからもらうもんじゃないので、うん、年金って、うん、その上の世代を支えるっていう意味でこう年金って納めるじゃないです か、うん、だからその仕組みを分かってなくて、うん、いやもう年金は俺もらわないから払わないんだっていう理論をぶちまけてしまう国会議員にやっぱ疑問だし、うん、タレント議員なんですから、うん、じゃあ次のタレント議員立候補した時に、あ、中条さん頑張ってはったから次のタレント議員も頑張ってくれんねやろなとか、こう、うん、我々はもうタレントですから、その辺のところ、いやそれは虚しい願いだと思うよ。やんなそんなものを期待しない方がいい。でも厚さんはね、多分タレント議員になりますから。そうなんです。いつの日かなってやろうと思ってるんですけど、ああいう先輩がいると僕は出づらくなりますからね。そんなこと本気にするでしょ。あと犬塚さん、もう一つ、あの令和新選組水道橋博士参議院議員が、まあ、健康上の理由で、ね、うん、辞職されたと、まあ、それは分かるんですけど、うん、でその令和新選組としては、うん、繰り上げ当選者を1年ごとに、ね、当選して、で1年ごとに辞職して、で残り任期を5人が交代で務めるという令和ローテーションと命名したやり方をするっていう、っていう風な作戦というかやり方っていうのはどうなんですか。はい、まあ、法律から見るともはぁみたいな感じなんですけど、よく考えてみると、でもそれどうやって禁止されてるのっていう部分も確かにあるんですよね。そうです。山本太郎さんは憲法に抵触するような部分はないとして、まあ、進めていくっていう、はい、まあ、本来の制度からするとその方にある種こう付託しているわけですから、その方が任期を全うするという前提だったのはある種大前提で、まあ、ある種、まあ、暗黙の前提だったわけですよね。でもそれはどこに書いてるのって言われると確かに書いてない、うん、このアイデアって言っていいのがどうなんですか、淳さん、山本代表のこの。いや僕はそのシステムを取ってほしくないと思います、正直言って、はい、だけど今のルール上それをやっても何も縛ることができないんであれば、うんうん、これやっぱみんなで話し合って、うん、この方法をやり始めたら僕たちが選んだ人じゃない人が議員になってくるから、これはもうでも話にならないでしょ、うん、こんなもの。なおさんどうですか。いや、あのこう我々がこう思い描いてた国会議員とかっていうイメージじゃないものが、いろんなことがこう最近、例えばガーシーさんとかもそうなんですけど、うん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 、国会出なくていいんだみたいな、うん、そうそうそう、いいんだ出なくて議員になって、怒られないしクビにもならないんだって、今後もし出なくなっちゃったりとか、で別に今は別にね、もう何ヶ月来なかったらクビですよとかならないわけじゃないですか。これもだから懲罰委員会で審査していくってことなんですよ、はい、もうすでにあのガーシー議員につきましては去年の分のですね、あの国会には出席していませんので、それだけでも欠席になっているわけですね、うん、で今後の通常国会にも出席しないということになると、もう懲罰という形になるという流れに今なってますね。リア充に嫌がらせをしようとインスタ乗っ取りなりすまし28歳男を逮捕。18日、警視庁は面識や交流のない20代女性9人のインスタグラムのアカウントを乗っ取ったとして不正アクセス禁止法違反などの疑いで28歳の男を逮捕しました。大した生活をしていないことにコンプレックスがあり、キラキラした女性に嫉妬した、リア充に嫌がらせをしようとした。何これ警視庁によると藤井容疑者はキラキラした女性をインスタグラム上で見つけ、投稿内容を数日にわたり観察。自分の人生頑張れよ。アカウント名や誕生日パーティーなどの投稿から誕生日を推測してパスワードを割り出し、アカウントを乗っ取った後、女性がログインできないようパスワードを変更。キラキラした女性になりすまし他人をフォローしたり、友人と DM でやり取りしていたといいます。楽しかったっていうことで、キラキラしたかったのか。藤井容疑者は取り調べに対し、4年以上前から60人以上のアカウントに不正ログインを行ったと供述。警視庁は他の SNS でもなりすましを行ったとみて調べを進めています。なおさんどうですか。そんだけの労力他に使ってほしかったなっていう、単純に頭いいのにな。せっかくそんな能力あってね、ちゃんとやるんだったらもっと他のことに使えば、もっとキラキラした生活を送れたんじゃないのかなと思うんですけどね。そのインスタグラムの女性のなんかキラキラした生活が羨ましくてやっかんで、ね、中に入ろうと思ったら入れたっていうところの、仕事じゃないところでも達成感で、俺それをやったことないから分かんないですけど、あの不正アクセスしてあのパスワードが解けて、うん、しかもその
女性になりすませて過ごした日々を送った人に話聞かないと分かんないですけど相当な高揚感があったと思うんですよね。そうでしょうね。なおかつその友達からまた次の友達にあの言うたらやり取りしてでアカウント調べてまたそっちに行く点々と成功していくっていう喜びっていうことなんですか。 DM のやり取りとかでなんか自分がキラキラ女子になった気持ちだったんですかね。港区女子になった気持ちでやってたんですかね。っていうこ、60人以上が被害ということでございますけれどもこれでも渡辺アナウンサーやっぱ被害遭われた女性からするとやっぱ気持ち悪いですよね。気持ち悪いですし周りにもいるんですよ、うん、そういう友達が結構何人もいて乗っ取られた人が乗っ取られた人がこの容疑者にだけじゃなくじゃなく誰に乗っ取られたらどうなんの自分のインスタは自分はもうログインできなくなって、うんまあ、勝手に友達にその DM でなんかこう変な写真を送りつけてたりとか投稿それ変な写真っていうのはそのなんか気持ち悪い写真あそうご自身の卑猥な写真とかその勝手にインスタもその更新されてたりとかっていうような状態で自分はもう何もできない。じゃあこのニュースって別に特別じゃなくて いてるの。そうですね身近にこういう人は結構いたのであだからこれで警察に相談していいんだっていうふうにびっくりしました。ああなるほど。これもこのニュースの感想としては警察に相談していいんだっていう、はい、もうだってずっとみんな泣き寝入りしてたんですよ。もう仕方ないから取り返せないしっていう。どれぐらい前からそんな。え私が高校生の時からなので、17とかから、ワイドなティーンさんは周りてる、はいいやいます。あいるの？います。はい。あれも。そんなに簡単なパスワードにしちゃうってこと？やっぱ名前と生まれた月とか誕生日とかにする人が多いので、だいたい推測されて、私もあのされたことありますし。ありますあります。乗っ取られて。乗っ取られて。何されたの？何されるの？えもう私開けなくて全然分かんなかったんですけど。あのアカウントごと消えてました結果消えるってかそういう消されちゃう消されてましたそれも嫌だね勝手にアカウント消されちゃうんだ前園さんとかはちゃんとしてますそういうパスワードとかなるべくまあ変えるようにしてるんですけどやっぱ忘れちゃうんで、うんまあ、それをちゃんとこうメモってもう手書きで僕はメモっちゃってますメモったやつはまさか貼ってないですよねいやそれ貼らないですそれ貼らないです分からんけどいや当てつぽで言うけど7関連ちゃうんですかあ違うんですよそれ分かりやすいんでやっぱりそんな単純じゃなくてまあちょっとそんな単純じゃない、はい、そうすると忘れちゃうから、うん、やっぱりちゃんとメモっとかないとメモってそんなしてます淳さん誕生日じゃないでしょ誕生日じゃないちょっと待って誕生日じゃないんだいやちょっとだけ選択肢が消されていく誕生日じゃないです誕生日で僕そのアカウント乗っ取られてないですけど銀行 の口座がそれでお金盗まれたことあるやばいじゃんそうなんですよそれ誕生日にしてたんで高校生の頃に作ったやつ山口にあった唯一こう東京が感じられる東京銀行で作ったんですけど東京に憧れていやいやでもでもでその時まだ誕生日でやっちゃダメだとかって言われてないままずっとその銀行で来てでその誕生日でやられてで見たら額がすごい減ってるとめちゃめちゃ減っててめちゃくちゃ減ってんの2800万ぐらい減ってたうわすげえそれ捕まったの捕まりましたでもお金は返ってこないです。え、返ってこないんですか？返ってこないんですよあれ。刑務所に入ったらもう返さなくていいってっていう風になるんですよね。義務はありますけども事実上もう請求しても回収が不可能になってしまうので諦めちゃってるというのが実態ですよね。刑務でもそれ何年前の話なんですか？笑っていいともやってた時なんで。あ、じゃあもう出てきてるじゃないですか。はい。15年ぐらい前。帰ってこない。帰ってこないの？いやだから誕生日絶対ダメなんですよパスワードで。だから誕生日にしてたんでしょ、はい、俺が言うのもなんだけど誕生日絶対ダメなんだよ河合さんは大丈夫ですかパスワードはいでも僕それこそ忘れるので全部一緒にしてます誕生日じゃないですけどそれも危険なのよだからそうですね1個解除されたら全部解除されます言ったテレビで全部一緒にしてるって言った危ねえ帰れないと東野さんは大丈夫なんですか大丈夫です俺はねあの誕生日でもないですし言われへんの言われへんのどこまで言うからもう大丈夫あこれあかんなとかなんかあの昔の自分の思い出の番号があってそれにしてるんですよだから絶対にわからない番号になってるんですけど、うん、あとパスワードもどんどんなくなってきてね、うん、忘れたりとかするから、はい、なんか足していくから、はい、もうすごい長いパスワードになったりとかしてるけど、うん、ちゃんとメモとかないといけないですよ ね、 そうだね裏垢とかあるんですか裏垢あります私あのママ垢それがびっくりしたんですよ、はい、
ママ垢を別で作って、うん、あの子供の大体同い年ぐらいのママさんたちでやり取りするツイッターなんですけど、ちょっとインスタはちょっとキラキラしてちょっと私は入れなかった。なおさんっていうのを隠して一般人で、はい、普通の人とその普通の人たちとキャピキャピ子供のあるあるとかを言ったりとか。でもそのアカウントのあれでオフ会みたいな行ってらっしゃいましたよね。そうなんですよ。ママさんたちってめちゃめちゃ面白いんですよ。逆線結構高くて、うわそういうツッコミ組んだとか、あこの画像で笑かしに組んだとか結構面白くて、で中でもこう気が合うなって思った、2人がいて合計私含めて3人でちょっと会おうかっていうことで、オフ会で、いいじゃないですか、はい、でもその時にもうお互いアカウント名で呼び合うっていう恥ずかしいんですけど、初めましてって、うん、どこで待ち合わせするんですか。あの人の人の一人が、あの、まあ、私が見バレしてから会ったので、そしたら我が家にどうぞっていうことでお家に招待してくださって、でもこういうなんかお仕事とか、まあ、年齢もそうですけど子供はあってももう私がマキシマムザホルモンのナオっていう状態が分かって、うん、友達になることが多いじゃないですか。じゃないもう年齢も仕事も全く関係なく友達になるってないじゃないですか。でなんかそこで知り合うと、なんかもうすごいもう数十年の仲みたいな感じで仲が深くなるんですか。そうなんですよ。でなんかすごい仲良くなれて、仕事も何も関係ない一人間としての新しい友達関係、新しい友達作るために裏垢を作るっていう、うん、めっちゃキラキラしてるから、そんなキラキラしてたら乗っ取られますよ。乗っ取られちゃうかもしれない。乗っ取られキラキラすると乗っ取らないです。乗っ取らないです。唐揚げ揚げてる写真とかですから乗っ取らないです。淳さんは裏垢とかない。裏垢はないですね。渡辺アナウンサーは持ってます。3つ、本垢以外3つ裏垢持ってます、ね。どうやって使い分けてるんですか。一個は食べ物、もう一個は友達、うん、もっと深い友達みたいな感じの3パターンに分けてて、友達やけど深い友達じゃない人もいてんねや。なんて言うんでしょう、こう違う自分というか趣味ごとに分けてる感じっていう。なるほど。このアカウントではこの友達をフォローしてるから、はい、こっちの友達のやつを見るよみたいな、そんな感じですね。ちゃんとこう器用にっていう。やってますか、河合さんは。いやいや僕も全然やってないですけど、あの相席スタートの山添が、あのとんかつの写真だけを上げるとんかつのアカウントツイッターでやってます。すいません、あのここ一週が一番いらん情報です。一応あの前蔵さんは裏垢はやってないです。長谷川さんはないでしょ。私は裏垢じゃなくて1個作ったの忘れちゃってもう1個作っちゃったんですけど、この消し方が分かんないんです。だから2個存在してる。削除できない。アカウントって作ったこと忘れることあるんですか。忘れちゃったんですよ。自分が嫌になりますよね。そうなんです。もうゾノが緊急取材。来月56歳のキングカズがポルトガル2部リーグに挑戦。さあ続いては前園さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。あの今回ですね、プロ38年目ポルトガル2部に挑戦する三浦知良さん、すごい、はい、話を聞いてきました。はい、38年目。そうです、ご覧ください。これですよね。初代 J リーグ MVP、 これですよね。数々の伝説を残してきたキングカズこと三浦知良選手、今年56歳、プロ38年目に突入したレジェンドは、今月16日に JFL 鈴鹿ポイントゲッターズを退団し、新たな挑戦をスタートさせました。それはポルトガル2部リーグ、オリベイレンセへ期限付き移籍。プロサッカー選手の引退平均年齢は25、6歳、その倍以上の年齢になっても現役にこだわり、海外への挑戦を決めたキングカズの今は。宮崎に来ています。こちら宮崎でですね、今シーズンに向けてカズさんがトレーニングをしているということで、いろんな話を聞いていきたいと思います。ポルトガルに渡る直前、カズ選手がいたのは宮崎県日南市。カズ選手は8日から横浜 FC のキャンプに特別参加。所属選手の平均年齢は27歳。 J1 の高いレベルの中でコンディションを高めていました。ワイドナショーで密着したのはおよそ8年前。あ、やってる。
いやきついです。ボールも触るだけできついです。共に日本代表で戦った盟友ゾノが再びカズ選手に迫ります。あの頃のゾノ好きやった。いやいや今愛してください。よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。スーパースターどうですかね。すごいな。でもこの二人が揃う、久しぶりですね。久しぶりですよ、母さん。3年ぶりぐらいか。そうですね、コロナ前だよね、あれね。はい、ゾノはね、ちょくちょく俺テレビでは見ますからね。どういう風に見てるんですか、その感じ。でも自分のポジションをちゃんと比較して言いづらそうじゃない。BS なんかもやってるじゃない。ああ、そうですね。あのサッカーの、ああいうの出てくれないですか、カズさん。全部見てらっしゃる。僕あんまサッカーのことは詳しくないんで。いやいや、だってワールドカップね、行ってたじゃないですか。あ、ヒデとなんか観戦してましたけど。ずっとヒデに教えてもらってました。教えてもらってたんですか、うん、サッカーの見方を。分かんない相手のサッカーっていうのは難しいですか。難しい。どうでしたカズさん、あのワールドカップ外から見てみて。ちょっとすいません。選手が今回29年ぶりにカタールに渡り、中田英寿さんらと一緒に現地観戦した姿が話題になりました。シャレたスーツやな。サッカーっていうのは本当にね、力の差があっても、はい、まあ、正直言ってやっぱドイツの方が強いじゃないですか、はい、スペインの方が強いじゃないですか、はい、まあ、後半ドイツがまあ、チャンスをいくつも防がれてたり、はい、ポストに当たったり、はい、まあ、あの時だけはね、僕はヒデに自分の意見を言わせてもらったんですけど、そうなんですね。こういう風にな、ね、チャンスをこうものにできないと、はい、ガラッと何かのタイミングで日本に全て傾くんじゃないかなって、はいはい、ちょっとポツッと言ったんですけどね、はい、うん、で案の定日本がワンチャンスで、はい、カズさんやっぱまだ現役だからどういうふうな見方で見るんですか。本当にあのファンとして、はい、だからあんまりこう専門的に見てないというか、うん、面白い試合を見たい、いいプレーを見たいっていう、はい、ワールドカップはずっとそうですよ、うん、あの監督は森保さんじゃないですか、うん、まあ、ドーハの戦友でもあるんですけど、はい、どういうふうに見てます、森保さんとかって。まあ、森保もそうですけどね、はい、もう当然もう今40代のね、はい、もう引退した選手も監督になってる時代ですし、うん、まあ、よく監督っていう職業をやってるなって感じしますね。どういう意味ですかそれ。いや、すごいなっていうね、はい、やっぱ監督ってやっぱ一番大変だと思うんですよ、うんうん、でも一番現役ですもんね。自分のことだけ考えてやってればいいじゃないですか。今の監督っていうのはね、チームの戦術だけじゃなくてもう一人一人のマネージメントから全てこうコントロールしていかなきゃいけないっていう。で、自分のスタッフも含めね、はい、そういう意味ではだって中山さん、ゴンさんも監督になりますけど、うん、シンボルとなれるように、熱い戦いをグラウンドの上で展開していければいいなと思います。綺麗な喋り方やな、まあ、現役の時と監督の顔をしてましたもんね。ちょっとちらっと見ましたけど、あの、はいはい、うん、全く声がかからなかったですね。オファーがどういう時ですか、ゴンちゃんから。カズさんにですか。いい、ね、あ、裏切り者ですよね。全くなかったですね。なかったですね。まあ、普段から僕らってこう仲いいですけど、連絡ってあんましないんですね。だから神さん同士が仲いいんで情報を聞きますけど、そこからの情報で、はい、間接的なあれですか、はい、うん、まあ、でもそういう中でカズさんはもうまだ現役続行ですから、どうですか、新しいシーズンに向けては。海外挑戦するんでね、はい、カズ選手は高校を1年で中退し、15歳で単身ブラジルへ。異国の地でプロデビューを果たし、イタリアやクロアチア、オーストラリアでもプレー。そして今回キングカズは56歳を前にして、ポルトガル2部リーグオリベイレンセへ半年の期限付き移籍を決めました。でも56歳の年齢を迎えて、うんうん、海外に移籍するって、まあ、大きなチャレンジだと思いますが、川さんの中ではどういうふうにこう捉えてるんですか。うーん、まあ、躊躇なかったんですか。いや、ありましたよ、それは、うん、大変にはなりますけど、うん、まあ、常に自分がいろんなことを考えて、はい、進んでますんでね、はい、まあ、今回も新しい場所で何かこう人間的に成長できればいいかなと思います、まあ、肉体とかね、そういうものはやっぱどうしてもね衰えてきますけど、はい、気持ちだけはなんか余計こう思いは増してるような気がしますね。ポルトガルの2部といってもね、やはり僕現地行きましたけど、はい、やっぱレベル高いですし、うん、スピードもありますし激しいですし、はいはい、まあ、こう言うとちょっと人間の言葉になっちゃうけど、
一試合も出れないまま帰ってくるかもしれませんしね、はい、まあでもなんかもう挑戦してね、本当にいろんなことを吸収できたらいいなって、次につながるサッカー人生になればいいかなと思いますね。なんでそんな挑戦できるんですか、体の先ほど衰えも感じるっていう中で。情熱がまだあるんですね。で練習トレーニングするこう意欲、はい、で試合に出たいという意欲ですね。でまだサッカーで成功したいっていう気持ちですね。成功した、うん、それがもう全く、全く衰えないですか。そうですね、残念ながら。残念じゃないですけど、56歳ですもんね。素晴らしい、素晴らしい。おじいさんだもんね。いやだからあの、まあ、僕ら世代ももちろん否定しなかったね今。いやでもそうです、一般的に言うとそうだよ、だって孫がいてもおかしくないからね。もうおかしくないですよ、子供がだって20代もう真ん中から後半になってきてるから。そうそうそう、おじいさんになっててもおかしくない。家族にも相談するんですか一応。しませんね。しないんだ。報告ですか。報告です。行くんだやっぱりって言われます。行くんだやっぱり。止められないですもん ね、 ね、止められない。分かる分かる。もう子供たちも理解してるしね。まあそうでしょうね、きっと行くんだろうなと思ってたんでしょうね、報道が出た時に。報道で知ることもありますから。お父さんここの、あの今坂登ってくる時に、うんうん、もう合宿所感があって、うんうん、もうすっごいなんかこう嫌な感じになりました。わかりました。思い出した。ハンさんわかんないですね。きつい練習はもう離れてるんで、うわあの合宿のあの追い込んでっていう、あれをちょっともう思い出したんだけど、ちょっと体が気持ち悪くなってきました。合宿っていうかなんかね、やっぱチームの中で、はい、そのいろんな制約がある中でね、はい、その食事もそうですし、はい、そのミーティングの時間だったり出発する時間だったり、はい、帰ってくる時間だったり、はい、何時までに何をする、はい、そういうものでこうストレスって結構ありますからね、はい、なんかねこう。自主トレとまた違ったね、こうストレスでみんなと協調性持ってやんなきゃいけない、はい、そういうのが当時なかったですもんね。なくはないですよ、ゾノとヒデは。カズさんもそっちより良かったと思いますよ。カズさんもヒデはどっちかってなんかさ、そういうのが嫌でやめたように思うもん、ね。まあそうですね、うん、それが辛くてしょうがない。集団の中に入れないっていうね。自分のペースがあるんで、ね、まあ56歳ですけどカズさん、うん、もう毎回いろいろ聞かれてると思うんですけど、うん、まだずっとやりますよね。いや分かんないですよそれ。これ今回ポルトガルって6ヶ月なんで、はい、もう半年なんであっという間だと思うんですよね、はい、その後のこと決めてませんから。あすごい、ね、でもなかったら終わりだしね。あ、うん、どこかオファーがあればまたやりたいと思うし、ね、自分ではオファーあるけど引退っていう決断大事。本当に自分がまたその、はい、今みたいななんですかね、こう情熱とね、はい、その野心みたいなのが、はい、6ヶ月後にないとダメですからね。確かに絶対ありますね。サッカーも結果を出すって本当大変でうまくいかないことの方が多かったと思うし、はい、まあ、去年の鈴鹿にしてもね、順位的にもそうですし自分の成績もそうですけど、やっぱ思い描いてるよりはね、やっぱうまくいってないことが多いですけど、うん、でもその他に得られたものってすごく大きいものってやっぱあるんでね、うんうん、どこでやってもね。もうだから聞かないですよいつまで、うん、いつまで母さんやるんですかって。もう最近みんな聞かなくなってきました。聞かないですよ。もう聞かなくなってきました。みんな一時期ずっと聞いてたんですか。もういや多分ずっとやるんだろうなってもう思ってるんで。だからそろそろかもしれないですよ。え？分かんないですけど本当に。いや本当にもうずっと分かんないじゃない。もう分かんないっつってもう10年ぐらいやってきてますから。分かんないって言い出して20年ぐらい経つ。確かにね、こんなチャンスないじゃないですか、この年齢で、はい、これをチャンスやと思うねんな。移籍できるってすごい、すごい本当に最後じゃないかなと思いますんでね、はいはい、うん、もう最後海外でプレーするのは最後というか行かなきゃいけないだろうなっていう、はいはい、やっぱり本当にサッカーが盛んな国で強豪であってサッカーが文化として根付いてる、みんながサッカーの話しかしないような国ですし、でサッカーを本当に楽しみにしてる、うん、そういう
もうある意味逆に言えばものすごく厳しい評価が厳しいと思うんですよ。だからもちろん、そういう試合に出てプレーを批判出たら批判もされるでしょうし、ただ活躍すれば賞賛もされるでしょう。海外でしかヨーロッパでしか味わえないそのサッカー文化を知れる、そこから得られるものエネルギーってすごいと思います、はい、で自分がやっぱそれを今度は自分の方に生かしていきたいなって、だって早ければもうね、もしかしたらね、もしかしたら分かんないけど、はい、行ってメディカルチェックしてサインするでしょ、はい、もしかして2月の5日だかに試合があるんだよと、ベンチ入ってるかもしれないすごいな、うん、もうそうですよね、いきなりそっか分かんないですけど20人入れるらしいだね、はい、だ可能性ないわけじゃないかなと思うんだよね。すごい試合にね絡みたいですね、うん、でもなんか甘くないだろうなと思うし、はい、まあそれももうあの覚悟で、はい、ね、全くこう絡めずに6月ぐらいにワイドナショーのスタジオに出てるかもしれないし、言われてね、佐藤さんに、いやダメでしたっつっていやいやいや出てほしいですよ、カズさん帰ってきた時にぜひ呼んでください。本当ですか、はい、これも蝶ネクタイつければいいでしょ。いや後ろ、あ、蝶ネクタイつけてもいいですけど、カズさん別に後ろに立たないんで、僕の横はないですからティーンが立つんで、カズさんはあっちの方で結果報告、はい、いろんな経験も含めてスタジオは必ず来てくれますね、はい、ぜひ呼んでください。うわすごい、はい、ありがとうございました。どうもすみません、とんでもないです、ありがとうございました。じゃあ2月5日ポルトガルで待ってます。行こう行こう、2月5日ですか。もうだからベンチに入るつもりでいますからね、はい、LINE します。 LINE してください。ちょっと早めに1週間くらいチケット送ります。あ、マジですか、ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この半年のシーズンの中で、はい、そうですね、あの、この番組にも出てくれるとおっしゃってましたし、すごいですよね。でもカズさん出てくださるっておっしゃってました。あんま言わないんですけど、気持ちがまだ現役でやるぞっていう、全く消えないって言ってましたもんね、その闘志みたいなのが。でも不安もあると思うんですよ、あんまり語られないですけど、だって当然向こうのメディアにね、その56歳の日本人の選手がやってきてって言っていろいろとああだこうだ言われることを考えてでも自分が味わったことのない感覚を味わいに行くっていうのがすごい、もう挑戦者として批判されるかもわからないけど、はい、先ほどちょっと昔の写真ありましたけども、僕は20歳であって川田さん26歳だったと思うんですけど、もうその頃から全く変わってないですよね。サッカーに向き合う姿勢と情熱が、で先ほどもおっしゃってましたけど、まだ上手くなりたいと、まだ成功したいと、で若い時みたいにずっと多分ベンチに座ってスタメンで試合出れるとは自分でも分かって、思ってないと思うし、それでもその情熱をずっと絶やさないで、やっぱり常にベンチ外でもトレーニングをして、いつでも試合出れる準備をして、もうそれがやっぱりもう僕は考えられないですね。それでずっとシーズンやっぱりモチベーション保てるっていうのは、だって前園さんもインタビューの坂道でも気分悪くなったんでしょ。あ、もう本当にもう思い出しました昔を。缶詰で合宿して、缶詰で合宿でもう本当に嫌なんですか。はい、でも毎日こう決まったルーティーンで食事してみんなでっていうのがそれ3週間ぐらいありますから、で一番きつい時期のトレーニングですから、それを思い出しちゃうんですけども、カズさんもそういうのがやっぱりずっとやっぱり、まあ、1年ごとにずっとやっぱりこれをやってるので、うん、これがないと寂しいとおっしゃってましたっていう状態。泉さんどうですか。自分も今年75なんで、元気でいる自分をね、いや本当に好きなんですよ、うん、もうでカズさんはどっかのリーグの時に日本でかなり話題になった時にカズさんの体を分析したのがあったんですよ、はい、それをあれを見たんだけど心臓の出来が違うという話なんですね。今トレーニングが少し落としたって言ってましたけど、うん、先ほどこの番組で言った2015年だったと思うんですけど、うん、あの当時からそのトレーニング内容もほぼ変わってないって言ってました。それだけまあ、それだけの体力はしっかりある。そういう恵まれた体してんだね。それもそうですけど、それをやっぱり落とさないためのトレーニングをしっかりやっぱりやってきてる、継続してるっていうことだ。ポルトガル語ですもんね。ね、ブラジルに行ってたし、ポルトガル、はい、言葉の問題もクリアだし、はい、っていうところですか。そうですね。
なおさんどうですか、カズ選手でございますけれども、カズ選手ってやっぱこれでね、Jリーグの時にバーンって出たあのイメージが、ミスター J リーグのイメージがあって、そうですよ、そうですね、あの J リーグがもう30年経つわけじゃないですか。あの時から今でもずっと頑張ってらっしゃって、でご本人がまだサッカーで成功したいっておっしゃったじゃないですか。カズさんの中での成功って何なのかなっていうのが、具体的なその多分なんか実績じゃなくて、多分カズさんの中ではこのサッカーをやって少しでも自分の中で上達したり上手くなったりとか、その喜びなんじゃないかなって僕は思ってるんですね。で以前そのトレーニング行った時も全く泳げない金槌なんですよ、カズさんは。だけどそのサッカーに役立つ、その体にいいことをするためにその泳ぎのトレーニングをしてて、次の年行った時は25メートル泳げてたんですよ。常にやっぱり自分が上手くなるために何でもやっぱりいいものは取り入れようって、その貪欲さみたいなものは今もずっと変わらないから、全てがサッカーなんですね、はい、すごいですね。マキシマムザホルモンでドラム叩くじゃないですか、激しいじゃないですか、うん、そうですね。体力的にちょっととか思うことあるんですか。 あるんですけど、内首獄門同好会っていうバンドがありまして、そこのベースの純子さんは64なんです、ね、うん、それ見ちゃうとなんかめっちゃ若造じゃんと思ってなるほど、そうなんですよ、ね、だからインタビュー聞いてると、オファーある限り引退はないってことでしょ。そうです、素晴らしい、必要とされるところがあればどこでも行くって。うわかっこいい。でも実際スタジオに来るってなったら苦しくないですか、なんか偉大すぎて。そうですね、やっぱ武田さんと会ってる方が楽ですもん。偉大やわ、武田さんも偉大やわ、武田さんの偉大なんですけど、武田さんいまだにオールひらがなの LINE 送ってくるんですよ。いやいや来ていただきたいし、お話伺いたいし。でもインタビューすると前澤さん思わないですか、あ俺ちょっと引退早かったかなとか、そうそうそう、ちょっとあの時折れちゃったけどもうちょっといけたんちゃうかなっていう後悔ってないの。いや、その自分の引退が早いってよりも、カズさんが現役の時にもっと一緒にやっぱりプレーしときたかったなって思いました。だ今は多分チームで若い選手とか、うん、カズさんずっと見てるんで、うん、僕は若い時はなんかもちろんカズさんとやれてる喜びあるんですけども、ちゃんとこう学べてるものは学べてたのかなって思っちゃったんで、うんうん、今だと多分見方が違うんで、はいはい、やっぱりずっともっと一緒にやりたかったなって思いがありました。あれはないですか、その、まあ、カズさんも偉大な選手ですけど、前園さんもすごかったじゃないですか、うん、そうよ、園も時代を築いている中で、はい、何がカズだよって思ってる時期とかなかったんですか。若い時はあったでしょ、跳ね返りの時期あったでしょ。ありましたね。正直いやそれがかっこよかった、ね、それかっこいいんですよ。まあ、ちょっと世代先輩やけど世代交代ですよっていうのなかったら、やっぱそれはリッチで自己主張もできないけど、はい、まあ、それを可愛がってくれてたんで、っていうところのだから、そうそうそう、包容力というか、はい、人間的に器すごいですよね、はい、器ちっちゃいですね。全然違います。車椅子テニスの国枝慎吾選手、世界ランク1位のまま引退を発表。